いや、そうなんですよね、俺ら以外が。ね、僕同盟調べて同盟組もうぜ、これ。同盟ね、確かにちょっとこれ、同盟っていう概念を。組まれダメだ、これ。同盟っていう概念を俺分かってなかったけど、同盟組めて切られてる。だから分かんねえだろうが、そんないきなり同盟なんかコマンダ任されて、次からじゃあやるわ。何がおめえのせいだ、全員だろうが、んなもん。わ、知らねえよ、何がと、コマンダってなんだよ、じゃあ。おい、教えろ、てめえ、コメントで。クズ。お前のせいじゃなくて、教えろ、どうすればいいんか。はよ、かけカス。赤が、赤と黄色なんだろう、ちょっとごめん、同盟の組から俺わかんないわ、ちょっと調べます。逆にさ、他のさ、12人とどうやって連携取ってんだろう、みんなこれ。ん、黄色チームさ、16人全員で攻めてきたもん。大魔法は関係ねえって、ボイチャ繋がってるはずじゃん。大魔法関係ねえって、コマンダーとか。大魔法のやつはランダムで出るんだって、それを全員で起動させなきゃいけないんだって、コマンダー関係ねえって。黄色がめっちゃ強い、もうあと同盟は1試合に1回しか組めねえんだって。終わっ、だから序盤使っちゃったからもう無理だった、無理だったんだって、さっきの。いや、ほんとだ。おめえらも理解してるねくせに、ぐたぐた書いてんじゃねえんだよ、殺すぞ、お前。同盟はサドンデス前取っとけ。じゃあ、最初に使えとか言うんじゃねえよ、わけわかんねえ。そもそも同盟が一試合に一回しか使わないことは知らなかった。知らねえんだから、この4人誰も知らねえんだから、俺が、なんで俺が言われないけど、おかしいわ。誰がやってもこんなん、お前うまく回んねえわ。バカか。なんで俺がこんな肉まり役買ってなきゃいけねえんだよ。死ねよてめえ、殺すぞマジで、お前ぶっ殺すぞ全員、気持ち悪い。知らねえよ、テンポ良すぎて楽天カップ一試合一試合それで覚えておけばいいじゃん。次からそれやりますって言ってる、いいじゃん。一試合ごとにでこい増えてったらいいじゃん。いつになるんですかね、20分って、気持ち悪い、お前。確かに、スタート直後みたいな話だったんだよ。そうなんですよね、マジ全員殺すから。なんだったんですかね、本気で言ってないの、お前ら。それ俺を怒らせるためにあえて言ってんだよね、それ。だったらいいわ。本気で言ったらバカいいの、これ。謝れとか。おめえが謝れよ、まず。毒出しろ。お手洗い行ってきます。いってらっしゃい。責任持って、みんな最初初心者って前提やろ、これ。じゃあ上手い人がやればええやん、コマンダー。伸ばさなきゃ、そう、我々でした。伸ばさなきゃ、どうします、こっから1時間ぐらい。ちょっとなんか、モクさんのエンジョイやろ、なんでこんなボロクソ言われんの、コマンダーできんぐらいで。しかもヒーラーやからキルできんって当然やし、何それ。あ、じゃあもういいや、俺も戦士に変えるわ。じゃあ俺、え、損すぎるこの役回り、マジで。え、何、楽しくやれればよくない、めっちゃ楽しんでやってんのに。え、めっちゃ楽しんでやってるのに、何なんお前ら、押し付けてくの責任全部。気持ち悪い。じゃあ俺、いいや、これ猫麦トロちゃんにコマンダやってもらうわ。トイレ行けなかった。え、無理、もうやんな、コマンダなんて。なんか、お前がやれよ。お前がやれ、お前がやれ。ニコ生配信って何回言ってる。見てみろ。もう、キチガイやん。みんな初心者で。キチガイか、お前ら。俺たちみんなやってそうな。え、お前頭悪すぎるって、それ。なんでこのヘイト買って、意味は、楽しくやれればええやん。いや、一気につまんなくなった、お前らのせいで。知るか、コマンダーなんて、お前。一試合ずつ、だからやれること増えてんねんから、よくない、これで。え、理解できない。面白い、それ。今、そっちも戦ってたね。わかんない。そうなんだ、違うかな。え、他の人、コマンダーに文句言ってる。じゃあ、言っといて、お前がやって。戻って。戻って。そんなこと言わへんな。え、そんな感じそんな感じ、これ。嘘やろ、それ、さすがに。
え、ディスコ入ってマジブチ切れるよ。違うらしい。違うっすね。冗談やないっすね、あみだくじ。もうなんでワイが肉丸役やらなあかんねん。コマンダーなんてやりたくないっすよ。泣いたらしいよ。おかしいな。そう自信満々なんだよね。俺は確かに。もうコマンダーでも何でもできますよ。みたいな感じ。おかしいな。あ、大丈夫です、コマンダーで。あ、本当に。どう、もうこ調子は。いや、でもなんか、ごめんなさい、一個一個なんか、あの、覚えていってるから、あ、多分大丈夫です。ちょっとあの、大魔法の指示だけちょっとやりますわ。あ、オッケーオッケー。なんか、多分、全員出てんのかな、これ大魔法って。俺だけか。これ、コマンダーしか出ないんか、コマンダー大魔法出ましたっての。アナウンスみたいなの聞こえるかも。あ、本当ですか。ちょっとアナウンス出たらまた言って、そこでタイミングでちょっとまず指示出すんで、ちょっとそれできれば次やってみますわ。あ、わかりました。はい、すいません。